戦ナンバー14の挑戦してみるよ。場所はラザハンの各社通りから進むよ。途中でゾウさんが寝ているけどスルーで行くよ。なんでや。うわあ。もう一度。ここは下の屋台の屋根に落ちるよ。ランプの上に乗るよ。ここは乗りにくい。このあたりはちょんちょんと飛ぶ感じで良いと思います。うわあ。大丈夫だ、助かった。問題ない。足場の曲がっている方向に向けてジャンプすると良いかも。ここは大きめにジャンプ。次も大きめに。ここから曲がっている方の足場にジャンプするよ。この3箇所が一番緊張するね。一回で行けた。ここからは広い足場があるから楽勝だね。ここからはちょんちょんジャンプで。着いた。エモコマンドを間違えてた。コンプリート。余裕ですの探検家アチイブもゲット。探検記録ルベーダ製紙局宮中庭園、ラザハンが誇る国営製紙局。その屋上庭園には数多くのクワに囲まれた黄金のガジャ像があり、座ると運気が上昇すると伝えられてる。効果の真偽は不明だが、少なくともここに至るまでに追試しなかった点は幸運と言えるだろう。これでラザハン登山の解説動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。またね。